続いてはシャキッとインフォのコーナーです。さあ健康ブームに伴いこうどんどんランニング人口、はい、走る人どんどん増えてると思うんですけれども、そんな中シャキッとではちょっと面白いマラソンイベントを見つけました。はい、本日は全国200カ所でプール、ジム、スタジオを完備したフィットネスクラブを運営するセントラルスポーツが主催するマラソンイベントにお邪魔しています。おや？そう、ここは競輪場なんです。今まさにここ西武園競輪場ではハーフリレーマラソン大会が行われています。おや、あちらにお侍さんの格好した方がいますね。ちょっとお話伺ってみましょう。こんにちは。お疲れ様です。ちょっとお話いいですか？はい、どうしてその格好で走ってるんですか？セントラルスポーツと超高速参勤交代という映画でタイアップがありまして、その PR のために侍の格好してます。すごい今日暑かったですけど走ってみてどうでした？ちょっと自己流で走ったんで正直疲れちゃってきついですね。疲れ様でした。すごい暑かったと思うんですけど、ゆっくり休んでください。お疲れ様です。ここでこのタイアップを考えた行動デザイン研究所の国田さんにお話を聞いてみましょう。国田さん、なぜセントラルスポーツが時代劇映画とタイアップしたんですか？はい、今中高年からランニングを始めたいという人が増えているんですけれども、自己流でトレーニングをすることで続かず中断してしまうことが多いんですね。やはり、ちゃんとしたスポーツクラブでインストラクターによる正しいランニング指導を受けてから路上に出る、そういう行動習慣のデザインが必要だと思っています。ただ中高年にとってスポーツクラブをもっと身近に感じてもらう何か分かりやすいきっかけが必要だと思ったんですね。それでこの映画なんです。この映画は、殿様と藩士たちが福島から江戸までわずか5日で走る、そういうストーリーなんです。そこに中高年にとっての自分もやれるかもしれない、やってみたい、そういう共感のツボがあるというふうに考えました。今まさにランニング専門家の方がいらっしゃっています。お話を聞いてみましょう。はい、セントラルスポーツでは資格を持ったランニングアドバイザーによるランニングコンディショニングレッスンを開催しております。こちらは膝や腰に負担のかからない走り方や水分補給や目標ペースの設定など、これからランニングを始めたいという方にはとてもおすすめのレッスンとなっておりますので、ぜひ体験していただきたいと思います。また6月30日までランニングチャレンジキャンペーンも実施していますよ。セントラルスポーツでは26年連続ホノルルマラソンにチャレンジしております。そしてツアーも開催しております。今までの参加者1万1000人、リタイアされた方はたったの20名という驚異的な完走率なんです。すごいですね。さすがセントラルさんですね。6月2日よりウェブ予約受付中です。各クラブで幅広い年齢の方がマラソンを目標に日々のトレーニングを行っているそうです。頑張る中高年ランナーの強い味方になりそうですね。これだったら力みすぎずね、楽しみながらゴールできそうですよね。村田君運動を始めましたけどどうですか？まあ、やっぱり持久走みたいなの昔からあまり得意じゃなくて持久力がなかったんで、はい、走るのでちょっと苦手なんだけど、でも、はい、こうやってねみんなで楽しく走れたら、ね、リレーですね、いいきっかけにもなるかもしれないですね。しかも競輪場に入れるっていうのも、うん、なかなか貴重な体験ですよね。そうですよね、あそこで走れるなんて、うん、はい、以上シャキッとインフォのコーナーでした。さあ、お知らせとお天気を挟んで朝ため。